2014年度福島の子ども保養プロジェクト実行委員会は10月20日、今年度のプロジェクト活動の経過や役割、被災地、被災者支援、保養プロジェクトなどについて学習会をパルシステム神奈川夢コープ本部で開催しました。学習会ではゆうコープ理事角本貴子さんの挨拶の後、保養プロジェクトの経過と役割、そして福島の今をテーマに福島県生協連佐藤和夫専務理事の講演があり、周辺住民が今なお原発に苦しんでいる現状を訴えました。線量がまだ高い地域が除染してもまた戻った地域があったり、なかなか精神的にその復興に踏み込めないという部分が、それがその岩手や宮城ともまた違った状況が今福島で起きている。だから支援してください、支援してくださいとお願いするのが心苦しいんですけれども、ただそういう状況だということを理解していただかないとなかなかこう難しい。原発さえなければっていうのがやっぱり一番大きな思いです。講演会の後は神奈川県ユニセフ協会事務局長谷杉さなみさんから県内避難者の状況報告とパルシステム神奈川夢コープ海野充さんの福島視察報告が行われました。向こうに住んでると東京の人はもう何も感じてないんじゃないか、もう忘れてしまったんじゃないかっていうことをすごい強く思ってるんだなって思います。そうやって忘れ去られて遠慮されるよりはどんどん聞いて、その聞いた内容を東京で戻ったらいろんな人に伝えてくださいって商店街の方にも言われました。こういった状況がまだあるっていうのは非常にショックでしたし、伝えていきたいと思いました。